はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 A の条件付き確率丸4をお送りします。で、条件付き確率、まあ、付け足しでとね、取らせてもらって、これで4本目で、今度こそこれで確率終了となりますとか言って、また後で足したら申し訳ないんですが、ひとまずこれで終了です。で、最後はまた問題演習2問、まあ大きな問題1問で、小問2問なんですが、やっていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？それでは、早速ね、この問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はね、こう品質検査って言って、まあ、不良品とか良品の話、まあ、ちょっと違うタイプの問題ももちろんあるんですけど、これね、難しいっていうか、ややこしいんですよね。日本語でちょっと苦戦するところで、まず、ゆっくり読んでいくのをちょっと理解してほしいんですが、まずある製品があるんです。で、製品作ったら全部がさ、完璧じゃないじゃん。不良品も絶対生まれてしまうでしょ。その、不良品である確率がまず 3% なんです。で、こんなこと理解しなくてもいいですけど、例えば100個作ったら3個不良品ができるよっていう状態。で、この製品の品質検査、検査します。で、良品を良品、つまり不良品じゃないんだよ、ちゃんといいものをいいものだねって判定する確率と、不良品を不良品、不良品をちゃんと不良品だねって判定する確率がともに 99% なんです。 1% ミスるんです。逆に言うと、ちゃんとしたものなのにこれ不良品ですよって言ったり、不良品なのにこれ良品大丈夫ですよっていうミスが 1% 起こる状態です。っていうのが前提にあります、まずね。で、その時に、この製品が品質検査で不良品と判定される確率。これが1番。で、2番が、不良品って判定された製品が本当に不良品である確率を求めに行きます。ね。っていう感じ。まあ、これが得意な子もいるんですけど。で、これまずですね、まあ、この辺で使うものを A、B、事象を置いていきます。で、今回自分はですね、まず、不良品、まあ、不良品の話が多いんでね、こっちはね。と、判定される事象を A って置きます。まあ、今回ここはね、不良品と判定された製品が本当に不良品である確率を使ってるので、まあ、ここを使ってね、これまず A って置く。で、もう一個が、じゃあそれが、まあ、本当にでもいいけどね、まあ、実際にしとこうか。実際に不良品であると、この事象を B って今回置いておきます。不良品って判定されるのが A ね。で、実際に不良品だよっていうのが B です。で、まず1番、この製品が品質検査で不良品と判定される確率を求めたいんです。で、これを A と B を使ってまず表してしまいたい。その A と B をうまく使ってね。で、ここがちょっと問題とか難しくって、まず、不良品と判定される、あれか。これの前に、今求めたいのは、不良品と判定される確率だから、もろにこれだよね。判定される。つまり、今求めようとしてるのは、PA ってことも頭の片隅に置いておいてください。今、PA を求めてるんです。じゃあ、実際、どういうパターンがあるか。不良品って判定されるのは。なんでかっていうと、判定されるじゃないですか。で、それが本当に不良品かどうかは問題ないんです、上は。ってことは、まず B、 不良品って判定されます。で、実際に不良品ですっていうパターンがあるわけじゃん。つまり A かつ B だよね。不良品って判定されるっていうことと、実際に不良品だよっていうことが同時に起こらなきゃいけないから、だから A かつ B です。でも、このパターンもあれば、不良品って判定されます。でも、実際は不良品じゃなかったですよねっていうパターンもあるんだよ。だってミスが起こるんだから、今回。つまり、このパターンと、不良品って判断されましたけど、不良品じゃなかった。つまり B じゃないんで、B バーの時があるんです。で、これはどっかとね、廃反とか被らないんで、足し算で計算することができる。で、今これを計算していきます。で、これをやるときは公式を使った方が安全です。今回はね。で、どれ使っていこうかな。まあ、普通に B か。
PAB なんで、どっちにするか、不良品、そうだね。あ、待って。今回ちょっと、この順番で書いちゃったんだけど、これ逆の方がよくって、ごめんよ。数の A かつ B と B かつ A 入れ替えられるって話をしましたけど、こうなって、これもともと、PBA、条件付き確率ね。これを公式にすると、PB 分の、B かつ A と。これ公式成り立つじゃないですか。で、今回今この部分を使いたいんで、これ、両辺に PB かけると、こうやって置き換えることができます。で、なんで B かつ A の方がいいかっていうと、A かつ B に置いちゃうと、ここが PA になっちゃうんですよ。で、PA って今求めたいものなので、解けないんだよね、そのまま行くと。だから、ちょっとね、入れ替えて、ごめん、書かせてもらったら、先にね、書いときゃよかったんだけど。だから、これ置き換えると、PB かける P の PB か、の A となります。で、こっちも同じように、ちょっと入れ替えますね。B バーと A にしてもらうと、こうなるから、こうなって、こうなって、こうなるだけなんで、あとこうか。こうなる。なので、P の B バーかける PB バー A と、こう置き換えることができます。でね、ここまで来たときに、いや、これどうすんのっていう感じがするんですけど、これ最初にこうやって置いたじゃないですか。これね、4つ全部出てくるんですよ。このままで。この上の文章をちゃんと使うとね。で、まずやっていくと、じゃあどっちか行こうか。PB から楽なんで行こうか。PB です。PB って何かっていうと、B は実際に不良品である確率でしょ。不良品になる確率、最初に 3% って言ってくれてるので、不良品になる確率は 3%、つまり100分の3ってことがわかります。ってことは、その PB バーの方。これは不良品じゃない確率なんで、不良品が 3% でしょ。だったらもちろん不良品じゃないのは 97% だよね。残りなんで。で、この2つがまず倒せます。で、次行くと、これのね、PBA が欲しい。これは条件付き確率なので行きます。B。実際に不良品ですっていう結果があるときに、それが不良品って判定される確率です。つまり、不良品のものをちゃんと不良品って判定する。それは 99% だったよね。不良品を不良品って判定するから。だから、これ100分の99ってわかるんです、これも。でさ、ラストもう一丁。P の、B バーの A ですね。で、これは、B バーは不良品じゃない。つまり、良品ね。良品ですっていう結果があるときに、それを A、不良品って判定する。つまり、良品、ちゃんとしたものを不良品って判定しちゃう。間違っちゃうのは 1% じゃないですか。99% 判定できるんですけど、1% ミスるんで、これは100分の1になります。つまり、ここの上の文章2行から、これ全部読み取れると。で、あとは入れるだけなんで、入れていくと、さ、2行分。ちょっと上詰めようか。これミスりたくないね。100分の3かける PBA だから、100分の99プラス、100分の97かける100分の1と。さ、いけるかな。で、両方1万分のになるんですよね、これね。でかい。1万、あ、ちょっとね。もうちょっとできるようだった。ごめんよ。これ入ったかな？あ、OK。で、こっちが、99×3 だから297か。297プラス97なんで、1万分の、396か。さ、ここまで合ってんだろうか。違うね。これ97。どっか間違った。97ちゃうよ。ごめん、4だよね、普通に。はい、4。で、これ2で割れるから、2で割ると、5000分の、197。
197でしょ。5000。いけないね、これね。つまり、よいしょ。これで終了となります。でかいですね、数がだいぶ。で、これが PA でしたよって。で、これが倒せれば2番は楽です。すぐ倒せる。2番は、不良品って判定された製品が本当に不良品である確率。つまり、不良品って判定されましたっていうのがあって、その条件のもとで本当に不良品でしたよってものを出したいんで、2番。不良品って判定されるのは A じゃないですか。だから、A っていう条件がついたときに本当に不良品。B。つまり PAB を出したいんです。で、これを公式通りいくと、左側のアルファベットが下に来るから PA が来るんだよね。そのために出してる、今、こっちを。で、上は、カツが来るから、A カツ B が来ると。で、あとはこれ計算するだけですね。A カツ B はここにいるので、これだ、これか、100分の、1万分の297か。で、分子割る分母やればいいから、1万分の297。で、本当は割る下なんだけど、逆数にもしちゃうので、これを逆数にして、197分の5000でやると、ここがね、2と1に約分できる。あいつら約分できないから、2をかけて、394分の297。入ったかな？ OK。これで終了となります。いいかな？まあ最初にこう置いて、まあ置くとこはいいんですけどね、こっからこれをまあ崩せるかどうかっていうとこがやっぱ大事かなと思います。で、実際にはこう置くじゃないですか。で、置いて、まあ今回解いた通りなんですけど、これを求めたい。じゃあこれを求めたので、こういうパターン、2パターンね、があるよね。それを公式で崩したときにこうなる。だからこの4つが必要だよね。その4つって文章を読んだら分かんないのかな？あ、分かるじゃんっていう流れで解いていただけるといいのかなと思います。では、今回は高校数学数 A の条件付き確率丸4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。そしてね、ちょっと付け足しになっちゃったんですが、確率の動画、ここまで見ていただいてありがとうございました。で、次回からは新しい単元ですね、図形の性質の方をやっていこうと思いますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。